皆さんこんばんは夕方のあとニュース読んでいこうと思います11月14日木曜日時刻は5時30分39分になりましたんで夕方のニュース読んでいこうと思います最高109回飲店愛知店岡倉天心が中心となって1898年明治31年に創立した日本画の研究団体次は えー、販売し売り上げの一部を CBCCBC クラブ美術工芸店東海地方の作家の展覧会があるみたいですねとマルジェラ店、えー、奈良義友のキュレーション店などこんなの今はや、あのー、展覧会であプライベートタブで開いちゃったどうすんだっけ戻れなくなっちゃったなとこれかはい行きます、えー、オープンサイト9 パートンでは続きいきます。平安王朝の文化を伝える絵画や書を集めた企画展が長野県の諏訪で行われているそうです。千代田区では食品ロス削減標語展を開催。標語、い語のは表、表札の表に、えっと、シルベシルベべの表ですね。の展覧会ですね。 革命に消えた絵画「追跡ムソルグスキー展覧会」の絵 NHK スペーシャルそれから映画「映画大賞」主演男優賞が決まったそうですそれから「進撃の巨人」の映画「スクールカーストミニ色紙配布」コラボカフェえー、っとブラッシュアップした「進撃の巨人」の第2弾入場者特典があるそうですねでは次に きまますすのはメッセージ全体を開いて行こうと思いて今日ですねえっ、ー、とタンデムだっけタンデムっていうあの英会話アプリを入れてみたんですけど結構皆さんね世界中の人が来てくれていいなと思ってますけどはい中田英寿さんも参加現代アートのさ祭典岡山芸術交流2025年のタイトルは青雨の公演青い豆ですね豆。 青豆の公園だそうです。次、えー、ポッドキャストは PR が多いですけれども、えー、トランプ氏の対象を支えたポッドキャストポピュリズム日本でも兆しがあるというわけですね、えー。こんにちは、今ポッドキャスト収録してます。今絶対に聞くべきポッドキャストを見つけよう第6回ジャパンポッドキャストアワード開催決定だそうですね。えー、新しいタブで開いておきます。 格言日経平均史上最高値を更新した2024年、2025年も株高に期待できるということですね。それからサッカー日本代表に重大懸念三マがウイングバックに入ればサイドバックは消えゆく運命にと書いてあります。え音楽 FNS 歌謡祭出演者第1弾に星野源テルミセスパフューム だそうですベストヒット歌謡祭2024年タイムテーブルを発表、えー、全出演者25組の出演時間帯歌唱曲はというふうに書いてあってベストヒット歌謡祭っていうのがあるんですね11月13日えっ昨日、えー、すいませんでもあの続きやっていこうと思いますフフジファブリックが 友達のアジアンカンフージェネレーション、クルリを迎えた20周年のライブ、大阪の夜に誓った、響いた特別な、金沢はアジカンが2010年に行った全国ツアーにサポートキーボードとして同行していた。という映画、ナタリーのニュースがありますね。次に行きます。えっと、 バラを敷き詰めアートで伝えるドリスサルセド次 UK 版防具やセンスなど海外ファッションエディターに聞いた今秋今季買うべきものとはえそれからファッションセンター島村違いますね竹尾菊池メンズビギ日本のメンズファッションを牽引してきた逸話 えー、それではピックアップしたニュース読んでいこうと思います絶対に聞くべきポッドキャストを見つけよう第6回ジャパンポッドキャストアワード開催決定いやこれお願いしますみんなあの推薦してくださいあのこのまあね毎日ニュース読んでるのがいいのかどうかわからないですけどももう3年続けてましてポッドキャスト流行ってほしいんですけどなかなか難しいですよね もちろん男女の掛け合いのポッドキャストが一番流行るとは思うんですが、パーソナリティ賞や企画賞などあって、選考委員会に何人か6人の方が、あの、日本放送ですね、えー、やるみたいなんで僕もぜひ、あの、これに参加したいなと思いますけど。次、えー、若者のすべてっていうのが響いたみたいですね。大阪城ホールで富士ファブリックが 20周年記念ライブやったみたいですね。いや、みんなギター抱えて歌ってますね。いや、僕もいつかコンサートしたいですね。味あ味間,あ時間いいですね。頑張って歌ってます。頑張ってる。写真が出てます。あと、くるりですね、えー。くるりのステージ、ピンスポットを浴びた、岸田が鳴らしたデビュー曲、東京のギターリフ。 観客は口ずさんだり体を揺らしたりしながら色あせないキラーチューンを味わった。え、いいですね。あと、フジファブリック。最後、フジファブリックは最新アルバムよりタイトル曲、ポートレイトをライブを開始。ああ、行きたいですね。こういう。今、ここナタリーのサイトですけど、セットリスト書いてありますね。はい。ええー、いいですね、うん。一度行ってみたいですね。ライブ。 でさっき途中から読んで最後まで行けませんでしたけどで今最近ね流行ってるアプリというか使いやすいなと思ってるのが、まあ、グラビティというのと,あと今日初めて使ったタンデムというのがちょっと語学学習に、えー、とハロートークと同じようにタンデムっていうのもありましてこれもなかなか人が集まりやすいななんて思っています。 えー、まあ、そのくらいですかね。いや、本当にいつもお聞きいただきありがとうございます。今日はですね、嬉しいことが一つありまして、YouTube のフォロワーが1000人を超えたんですね。本当、本アの方で。なんで、これからちょっといろんな設定をしてみたいなと思いますけど、また随時報告していこうと思います。皆さん、良い一日をお過ごしください。ボンジョルネ・アビアント。